共同生活。おはよう。おはよう、シド。おはよう、てか、ここでセーブした。まあまあ、起こしてやるのも、かわいそうだな。多分、ママの夢でも見てるんだろう。え、何すんだっけ？やってみ。この作業台があれば、物を作れるんだよな。声。は？は？俺かよ。俺かよ。俺に言いとんな、こいつ。指導は俺だ。指導、そうか。お前は破壊神だ。こいつはその半生を破壊神として過ごしてきたから、急に物を作れと言われても多分うまく作れないんだ。くそ、どうなってやがる。俺には物を作る力がないのか。ビルダーにはなれないってことかよ。青春、青春っすね。仕方ない、お前は俺のためにも何か作れよ。仕方ねえな、お前に作ってやるよ。コンボ、コンボかよ。指導専用装備、誰でも装備できるだろう、コンボなんて。ほいほい、それがお前のコンボや。おい、そこ壊すな、家やぞ。そこは家や。おお、なかなかいい振り心地だぜ。これなら派手に魔物をぶっ倒せそうだ。手軽になるやつ。さあ、どっちや。おいおい、こんな暗く、わっすげえすげえ、なんか無人島の夜って怖えな。何が起きるか分かんねえぞ。でもあんま外出ない方がいいんじゃねえのか。やばいモンスターとかいたらお前どうすんだ。この向こうにいるってか、誰だ。何もねえぞ。え、誰だ。うお前、おねずみ。程よい強さ。いけろ。よし、程よいな、大ネズミ。囲め。ファイナルファイトだと思え。よし、倒した。スライムのアップ。おお、こいつら楽しそうだな。なんだ今のは。お前が手を出すから思わず叩いちまったか。今のが指導、今のがハイタッチだ。そうだ、ハイタッチだ。最終話ではハイタッチをするぞ、俺らも。まあ悪い気もしないかな。うん、今の忘れるなよ。最終話でしろよ。お前が一回記憶を忘れて暴走した後に仲直りした時にもう一回ハイタッチだ。いいな、指導。新助たちのレベルが上がった。パーティーレベル制ね。パーティーレベルシステムね。最大 HP 上がった。うん。うん。仲がいいな、お前。よし、ビルドは俺に任せろ。実況は俺に任せろ。女のことが心配なのかよ。友情が深まっていく。ベッドで眠ろう。ベッドで眠ってください。ベッドで眠りながら見てください。空き部屋。ああ、お前もう寝た。早っ。入るなり。よし、俺が外を見張っといてやるか。かっこいいな。かっこよすぎやろこれ。夜眠れねえからカップ麺でも作るか。コンボを入れよう。取り出す料理。よし、腹も減った。昆布ならミネラルもたっぷりだ。夜食に昆布料理。なかなか時間かかるな、この昆布料理。
焼き昆布だ。いい出汁が取れるぞ。この具のグルメになってきた。上通り。炙り昆布。では内緒でこの炙り昆布を食べよう。いいぞ。この炙り昆布。食ったら眠くなってきたな。あ、ごめん、起こしちゃった。めっちゃ起きちゃった。あ、寝た。お前ら一瞬で起きて一瞬で寝るな。じゃあ寝よう。明日から一体どうなってしまうのか。俺たちは一物の不安を抱えながら、しかし寝た。そして無人島生活2日目。ルルと愉快な仲間たちの無人島生活の始まりね。えらいポジティブだな。ずぶといな。朝ごはんとして浜辺から昆布。昆布しか選択肢がない。昆布か桃貝しか。何？ルルの焼き桃貝がないな。デザートにどうだ。半分取っておいた。貝がデザート。何、俺も取ってないぞ。俺を疑うなよ。この気配は。なんだ、動物か。なんだ。え、何、大きづちだけど、なんか、なんだよこのオーラは。ただの大きづちじゃないぞ。力を貯めてる。殴ってもいないところが壊れてる。こいつはすごい力を持っているな。神殿が現れた。こんな近くに。俺ら便利なところに住んでたんだな。こっちじゃぞい。何？味方なの？こいつ味方なのか？なのか？ふざけたじじい。この白い大きづち。もう行くぞお前も。白じじい。神殿を修理してくれたお礼をし、何をくれるの。あ、なるほど。硬いものを豪快に破壊。これはグラスそうだな。何よこの薄汚いハンマーは。ドラクエこんなやつばっかだな。ドラクエの女キャラこんなんばっかか。ビルダーの操縦ともいえる道具なのじゃ。ほう。島丸ごと全部じゃん。お前地主だったんか、白地。お前が地主だったの。土の壁。とっておきのお宝があるぞ。ならばもらえるけど。ミリオネ土。もう素材が入んねえ。これまで壊そうとしてしまった。俺が破壊神だ。破壊神を破壊した男だ。それは掲示板。世界の様子を覗き見る。通信か。でもビルダーズなら通信もまだできるでしょ。アカウント登録同意する。急に現実に戻すな。同意するわ。急に現実に戻されたの。いいや、おい、現実に戻すなよ。え、すごいな、これ。ロマサがちょっと、可愛い女の子作ってみた。あ、でもこれ結構楽しいかも。デジタルセルジオ。学校で男子が虫を見せてくる。緑のアクアリウム。わ、綺麗。私の隠れ家すごっ。ムーンブルクの思い出。クソダサいアホレベルのミニビルド。なんだよ、真面目に作れよ。すごい、すごい。みんなすごいな、こんなの。うわ、うまい！指導スクープ。指導ファン多いな。指導女子が多いぞ。
後ろ後ろ、旅の思い出面白いこれランキングかな、多分面白いやつが上に来るんだろうね。すっげー、多分今のねランキング形式だから面白いやつが上に来るんだ。へえ、いやいや、ライバルは手強いぞこれ相当に。おいお前お前お前エルファレアに出てきそうだ。何、不思議な力に守られている。話す人がいたでやす。おお、海の上でハーモン兄弟の船に近づいちまったと思ったら急な嵐に巻き込まれちまった。この船でじゃあ行くか。ゴンゾールまで。おお、新たな、この感じだとあと全部で6つはありそうだな。じゃあ行くか。ここにゴンゾーラとだいぶ開拓できてるからこいすごいやなあ、この空っぽの島捨てて消費されていく。指導5つの野菜が実るし、なんか一応音楽と合ってるな、音楽というか、こんなりです。なんだ、あられちゃんじゃん、あられちゃん的キャラ。草だほどあろう。地面に置くと周りの健康な土を農民たちが耕して畑にしてくれるぞ。農民たちはコメントをつけて畑にしてくれるっていうか頑張れ、あとはこいつの頑張りに任せる。ちょっとごめん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 、不思議な何か。え、こいつ叩けるの？嬉しい思い。あ、俺が叩いたんじゃないんだ今。あ、触れ出た。あ、俺が殴ったから出てきたんじゃないんだ。そうなんだ。ものづくりの喜び。ものづくりの喜びでハートが取れるんだ。ワタミでいっぱい取れそうだな。ものづくりの喜びがあるから。働く喜びがあるから。よし、働く喜びはたくさん採取しよう。あとは水まき。なるほど、これを壊せば、持つじゃない、これをどかせばこうやって水が出てくる。なるほど、おお、おお、なるほど、そういうことか。水が水が浸食してきた。おいおい、足まで使ってんぞ。ちょちょちょ、たまたまたま、せき止めよう。あ、無駄だ、ちょっと一旦せき止め悪い悪い悪い、よし、これで OK だ。すまんな。でそれ泥、泥で、泥はどこやろな、これか、これ、これでいいの。もう泥じゃないよね、これ。設計図はどこだ、泥。泥ってどれだろう。汚ね。えげつねえな、この。えげつねえ、おならくじ。俺弱。俺弱すぎる。ヒノキのもつやだ。よし。えげつねえ、おならくじだ。じゃあひとまずは泥を切ればいい。掘り進んでいく。おお、こんなに掘り進んでいいのか。こんなに掘り進んでいいんですか。やばいぞこれは。なんか硬い石が取れた。奥、そっか、奥まで行ってから硬い石が取れたんだ。白い岩。落盤が起きるぞ。落盤事故注意。よ
よし、これで必要な量集まった。さあ、じゃあ行くか。あそこ落盤事故が起きるぞ。あんなことしてたら。まあ俺には関係ねえ、俺には関係がない。じゃあこれでこう行って、そうじゃない、そうじゃない、こうやってこう、よし、できた、できたぞ。これでこれでこれをどかせばここに水場ができるというわけですね。よし、さあどうなる。おお、水場ができた、やった、水場ができた水場ができた、水場ができた、嬉しい。ちなみにこれこっちに流せる、ちょっとこっちに流してみよう、こっちに流してみよう。あれ流せない、え、流せないの、え、流れてこないんだけど、これなんで流れてこねえんだよおかしくない、ここ流れてこい、流れるよ、そこは流れてきません、なぜか知らないけど不思議な力で流れてこない、なぜです、なぜ不思議な力で流れてこないんですか。ここにいるわけ、できた、できました。これは面白い、これは面白い、こんなんやったよな、子供の時に。おお、なんか取り出したぞ、おもむろに、おもむろに取り出し、そしておもむろに取り出し、そしてマク、マク、そしてマク、だいぶ入ってるな、そのオッケー、見た目以上に水が入っている。クラフトガンがすごい。これが畑作りの基本です。腐った土は黒くてテカテカしてます。確かに表が緑でも断面が黒いのは腐った土。あ、わかるわかるわかる、上の方にあるよな。断面も茶色なのが健康な土。断面を見るのか深い、畑は深い。芽が出て、芽が大きくなって、葉が大きくなって、キャベツが完成する。キャベツ食べたい、早く。そのキャベツでロールキャベツを作りたい。ヒノキの方で借りた。早くロールキャベツを作りたい。俺はポトフも作りたい。ウインナーも取って、え、そんな、キャベツキャベツキャベツ食べたいよ俺は。キャベツの種、よかった、これ持って帰ろう。ルルにも、おお、キャベツ、メガネたそう、指導も叫んでいる。時間を潰します。おい、指導、指導と、おい、指導と茶子が、指導茶子が成立。農園作りよ、こう耕すぞ。早くキャベツ待ちきれない。12時間ほど、12時間も配信するのか、こいつすごい配信モンスターだ。ほとばしり野菜や、キャベツ、キャベツ、やった、キャベツだ俺の、いいのか、俺が刈り取って、キャベツ、キャベツ、キャベツ、頭の上よ、やった、キャベツだ、嬉しい、嬉しすぎる、みんなで作ったキャベツだ、モンゾーラキャベツ。ババンゴの実が爆発すると土が腐って長いことまともな野菜は育たなかったんです。許せないな、俺たちのキャベツを。どうした、ポンペ、ビルダーなど、そんなおぞましきもの我が輩は信じぬ。行くぞポンペ。なんだお前、お前なんかに認められなくてもええわい。
ビルダーは絶望を振りまく存在。コナンみたいなもんか。コナンが来るから事件が起きるみたいな。おい、ドルトン。どれだ。金を伸ばす。ものづくり力だったか。ビルドレベルを上げられるよ。ちょっと何言ってるかよくわかんないです、まあ、とりあえずビルドレベルをその前にこいつを始末するか。避けるなお前。なんという身のこなしだ。なんという身のこなしだこいつ。ならばお前を閉じ込めてやる。でも閉じ込められねえんだ。そっか、俺はこんな野郎。身のこなしがすげえ。一体何が。ビルドレベルが上がった。これ何、住人たちがものづくりに目覚めた。水をまくようになった。うるせえな、勝手に作るのかこいつら。シンスカはたくさんのレシピをひらめいた。ひらめきすぎだろ。罪は。ビビビビルダーめ、一体何をした。この力は何なのだ。認めろ、いい加減ビルダー。丸太の椅子に板のテープ。いつまでそんな偉そうにしてる気だ。朝起きて畑を耕し、夜は眠る。じっくりと時間をかけて野菜を育ててまいろう。謎に頼もしいな、トルト。謎に頼もしい存在な。いがみ合ってただけあってな、仲間になると頼もしいな。住民たちの暮らしが始まった。村にある部屋、時間によって行動が変わる。一日中ずっと畑で働いたりはしない。風刺も入る。一日中働きはしないぞ。お願いしますよ、ドルトンさん。みんなで一緒に畑を耕していきましょう。おお、泥水が溜まっている。水が溜まっている、嬉しい。ここからいつぞ水を汲めるんだ。嬉しい。この上どうなってるんだ。おお、水が出てる、水が出てる、水が出てるぞ。四角い水、なんかこの四角い水も嬉しいな。この四角さが嬉しいじゃない。どこから来てるんだろうこの水。どこから来てるんだろうな。なんか神秘的だよな、水って。水ってすごく神秘的。キャベツ、また次のなってくれよ。かかし君、見当ててくれよ。ちゃんと変な奴らが来ないか見当ててくれよ。みんな何をしてるんだ。これ作業台か。ここでいっぱい作るのか。よし、この村のためにも作ってやるぞ俺が。たくさんビルドしてあげよう、みんなのために。寝てちょっとそんなところで寝たらお前体に悪いぞ。かわいそうだなこれ。よっ、かわいそうだな、こんなところで寝るって。病気になると思うな。どこでも寝るなこいつ。寝ないのか君たちは。まあいいか、じゃあ今日のところはこの辺にしておくか。くそー、こいつらのためにもベッドを作ってやらないと。